韓国カンウォンドタワーの工事現場で、工事用エレベーターが15階から落下し、3人が死亡、3人が負傷したことが分かった。カンウォンド消防本部によると同日、事故は午前8時28分ごろ、31階建てのマンション新築工事現場で発生した。落下事故で工事用のエレベーターに乗っていた4人中3人が亡くなり、 一人が負傷した。また落下事故周辺にいた作業員二人も負傷。この二人はウズベキスタン国籍の外国人労働者だと分かった。警察などは15階の高さでエレベーター解体作業中に落下したものと推定し、正確な事故原因を調査している。